はい、こんにちは、またにちおです。今回は、ニシキバチの開封動画ということでですね、今、春公園のホームページウェブショップに出ている、鉢なんですけど、今回愛楽園さんの公式販売店をさせていただくということで、記念にですね、100鉢ぐらい安くし、仕入れたんですけど、通常だいたい6000円から8000円ぐらいするニシキバチをですね、今大量購入したということで、大概一律3800円ぐらいで売らせてもらってるんですけど、まだそのニシキバチが開封途中でですね、まだこのように開封していないものがまだまだありますので、今回10鉢ほどこの動画で一緒に開封でしていければなと思います。で、大体今回のやつは4、これは40ぐらいですかね、 4.0 とか 3.8 ぐらいの、ちょっと大きめになると思いますね。はい、で、ホームページには 3.0 から、4.0 ぐらいまでありますので、ぜひ皆さんご覧ください。では1鉢目をどんな柄かなということで、おー、鶴ですね。いいですね。だいたい3鉢40ぐらいですね、やっぱり。はい、このぐらいのサイズっていうのは獅子とか、薄葉系統のいいものを植えるのにいいんじゃないでしょうかね。はい、でこの柄にも例えば鶴、こいつは上向いてますね。結構鶴の顔が上向いてる下向いてるで好みが分かれたりするんですけど、はい、であんまりこういう柄つかないですね。好きかな。はい、ちょっと長くなりそうなんでパパッといきます。はい、2鉢目ですね。あ、今回は竜ですね。こっち置いとこうかな。はい、はい、竜ですね。この前ちょっとインスタグラムの方で、鉢の柄何が好きかっていうアンケートを取らせてもらった時に、一番多かったのは竜でしたね。その時は虎、鶴、竜、鳳凰でアンケート取ったんですけど、やっぱ竜が一番多いですね。なんでそのことを伝えたんで竜が多めな感じがしますね。はい、今回も竜でしたね。まあ、動物以外にも、今回はまた竜ですね。ちょっとあのかぶってますね。同じ柄ですね。けどやっぱり竜は需要があるので、あ、また竜だ。ガチャガチャみたいになってる。はい、これ竜ですね。かぶりが多く、ちょっと竜が1,2,3,4,5,5鉢続いてますね。お、今回は竜じゃなかった。これいいですね。結構赤で描かれること多いんですけどね、こいつ。あ、裏もちゃんと、結構裏とかもね描いてないのとか、波だけとかこういうのがあるんですけど、裏も描かれてると、まあ見えないんですけどいいですよね。はい、さあ、あと3鉢、竜多めかなっていう感じですが、あ、今回は鶴ですね。意外と私は鶴好きなんですけど、さっき言ったようなインスタのアンケートで取ったアンケートでは鶴はちょっと少なめでしたね。かわいいスズメだ。これ好きなんですよね。かわいいんですよねこれ。はい、結構このパターンもよく見ますね。よいしょ、お、最後ですね。お、また竜締めですね。やっぱ最後は竜ということで、ちょっと同じの続いちゃったんで、もうちょっと開けてないやつ出していこうかな。
あ、これもいいっすね。かわいいっすね。これちょっとちっちゃめっす。これ33ですね。なんか変わった柄出したいですね。あ、変わった柄が出たので、こいつで最後で。はい、これで最後ですね。これ結構人気なんですよね。結構お元を植えた時にお元が生えるような柄なんですよね。けど全部手書きですからね。これよく書きますよね。こんな絵心がない自分には無理ですね。はい、ということで結局にしろやと12個ぐらい引いちゃったですが、はい、こんな感じで、まあ竜人気なんでいくらあってもいいんです。皆さんぜひ今オンラインショップでちょっと安めに販売してますので、これからの春の植え替え、これ今後のな、秋の植え替えに備えてぜひご購入ください。では次の動画で会いましょう。バイバイ。